今のあなたは？車、電車に乗りながら、部屋で一息つきながら、夜の街をゆっくり歩きながら、仕事、作業と向き合いながら、それぞれにあるこの大切な夜9時にメイドインジャパンな珠玉の音を添えてみませんか。今日火曜日を担うディスクジョッキーはトムセン陽子。さあ今宵もいい音楽とともに、ベイ FM 9の音域。時刻は夜9時を回りました。ゴールデンアーベント、こんばんは、トムセン陽子です。ベイ FM 9の音域 Tuesday Edition。 今週のプレイリストはトムセンラブズスピッツ。まずは先月17日にリリースされた最新アルバム、秘密スタジオからスピッツ、飛べでした。改めましてトムセン陽子です。ゴールデンアーベント、いつもと違い唐突に始まった Q on Tuesday ですが、今夜のトムセンラブズスピッツ、ツイッターなどでお知らせをね、していたんですけれども、期待値が思いのほか高く、まあ思いのほかっていうかね、想像以上でしたね。さすが日本を代表するトップバンドの一つ、ファンの方のこの思い入れもひとしおというところで、なるべくたくさん曲をかけなきゃと思っております。名曲の数々をガンガンオンエアしていきます。お楽しみください。で、今回の企画にあたりまして、まあ、スピッツをですね、改めてじっくりと聞き直してみたんですが、これ昨日のツイッターでも私つぶやいたんですけれども、もうダメだと、名曲が多すぎてプレイリストに収まりきらない、もう作ってはやり直し作ってはやり直し、もうすごすぎる名曲ばかり選べなかったんだけれども、最終的になんとかコンパイルいたしました。夜鍋して必死に作ったプレイリストをお楽しみいただきたいと思います。今夜は10時54分まで丸ごとスピッツです。そしてあなたからのリクエストもお待ちしています。今週のベイ FM はスペシャルウィーク。Q の音域ではメールで参加してくださった方の中から毎日抽選で5名様にタワーレコードギフトカード3000円分が当たります。まだ持ってないスピッツのアルバムあったら買えちゃうよ。q@bayfm.co.jp cue@bayfm.co.jp リクエストを添えて、そしてスピッツへのね、この思いっていうのも愛っていうのも文章にしたためて送ってきてください。そして番組ツイッターにご参加の方、リアルタイムで今日も見ていきます。ハッシュタグカタカナで Q音です。トムセンラブズスピッツ Q音チューステイエディションやっていきます。さあ、動物とか植物にゆかりがある作品が多いスピッツなんですけれども、ここから疾走感あふれる、そして動物の中でも鳥にまつわるナンバーを3曲続けてご紹介。まずはメジャーファーストシングル、ひばりの心。僕が君に出会ったのは冬も終わりのことだった。降り積もった角砂糖が溶け出してた。白い光に酔ったままレンゲ畑に立っていた。目をつぶるだけで遠くへ行けたらいいのに。僕らこれから強く生き
届けした秘密スタジオの飛べにインスパイアされまして、このパートはですね、疾走感あふれる鳥にまつわるナンバーをお届けしております。変わっては91年10月リリースのサードシングル魔女旅に出るのカップリングでもありました。鳥になって、
トムセン・ラブズ・スピッツ、ここまで4曲オンエアいたしました。ですよね、合ってますよね。はい、まずは最新作秘密スタジオからの1曲、飛べからスタートしていったんですけれども、順番に見ていきましょう。前作から3年半ぶりのリリースですね。亀田誠二さんとの共同プロデュースによって完成した意欲作、もういろいろとインターネットを見ていると大評判で、すでに先月リリースされたばかりなんですけれども、もう秘密スタジオを深掘りで丸々2時間でもよかったんじゃないかぐらいですね。私もお気に入りの曲がいくつもあって、またまたこれ選曲に悩まされた一つの原因でもありました。その中からまずは飛べということで、この曲はですね、最初のセッションで出来上がったそうです。コロナ禍の中ですね、2021年にリリースされたシングルで紫の夜を越えて曲があるんですけれども、まあ、コロナ禍でもレコーディングっていうのが、でも久々だったのかな、行われて、そしてこの紫の夜を越えてだけ撮るのではもったいないから、もう一曲やろうかっていうノリで、まあ、せっかくスタジオを抑えてるしねっていうところで撮ったのが飛べだったそうです。やっぱり久々にこう集まってメンバー4人でね、音を合わせるっていう作業がとっても楽しかったらしくて、みんな半笑いでやっていたそうですよ、レコーディングね。その雰囲気っていうか、なんでしょう、こう弾けてる雰囲気っていうのがね、音にもサウンドにも出てますよね、飛べ。そしてそこからですね、ぐっと時代は遡りまして、デビューシングルですね、ファーストでメジャーファーストシングルとしてお届けいたしました、ひばりの心です。デビューシングルではあるんですけれども、実はインディーズで活動していた期間にもうすでにこの曲はあったと、すでに存在していたそうです。91年の3月25日にデビューシングル、そしてアルバムが発売になったんですが、その前ですね、前年の90年3月21日にインディーズアルバム、ひばりの心っていうのを発売しています。びっくりするのが、よくこういう話しますけれどもね、最近。1990年っていうと、33年前です。33年前の曲とは思えない。と、色褪せないなっていうことをつくづく感じますよね。今でもたびたびライブで演奏されるということですけれども、スピッツのマスト曲の一つ、ひばりの心に続いて、ちょっと鳥シリーズということで、まさにその名の通り、鳥になってと続けてきました。91年10月リリース、サードシングル、魔女旅に出るのカップリング。で、シングルの B 面ですとか未発表曲などを集めた、1999年のスペシャルアルバム、花鳥風月にも収録されています。でこの曲もですね、先ほどのひばりの心と同じくインディーズ時代の曲であるということで、まあ、そういったところも あるのか影響があるのか分かりませんが、非常にこう荒け、いい意味で荒削りっていうかね、ワイルドでパンクロック色が強めですよね、鳥になって。そして最後にお届けしたのが、放浪カモメはどこまでもです。2000年6月発売、メモリーズとの両 A 面シングル、そして同年7月発表の9枚目のアルバム、はやぶさ、まあそんなもんはやぶさに収録されている、そのバージョン、アルバムミックスでお届けいたしました。でこのアルバムミックスがですね、すごいのが、ジム・スコットによるリミックスバージョンなんですけれども、このジムスコットっていう人物が、例えばスティングのブルータートルの夢ですとか、ローリングストーンズのブリッジトゥバビロンとか、あとレッチリね、レッドホットチリペッパーズのカリフォルニケーション、めちゃくちゃ売れたカリフォルニケーションなどのエンジニアリングを担当した方、そのジム・スコットによるリミックスバージョンがアルバムミックスということなんです。放浪カモメはどこまでも、この曲はファンの方々に非常に人気のようで、いろんな記事とか SNS などで見かけました。4曲お届けいたしましたけれども、トムセン陽子がお届け中、Q の息 Tuesday Edition。今夜はトムセン Loves Spitz です。メール、リクエストも待ってますよ。q@bayfm.co.jp、cue@bayfm.co.jp。Twitter でご参加の方は、ハッシュタグ、カタカナで Q 音です。Made in Japan Sound の息をはあなたに。息をはあなたに。
ベイ FM、 9の音域。あなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。たった1分、愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。出会った頃はベイ FM 公演アンリライブ2023、10月6日金曜、市川市文化会館、夕方6時30分開演。チケット6月16日金曜10時発売。お問い合わせは0473659960ローオンまで。宮島さくらです。ディズニーを愛してやまないゲストが集うディーズカフェ、今週はディズニーミュージック&ファイアワークスの構成と選曲に携わられた浮田久子さんです。ディズニー音楽を知り尽くす浮田さん、売り話も教えてくれますか？こっそり教えます。ありがとうございます。ディーズカフェ、日曜午前11時20分オープン。この番組本当かな。青少年に悪影響あるかも。人権侵害じゃない？どうだろう。より良い番組のあり方を考え、意見を出し合う第三者機関 BPO、 放送倫理番組向上機構。今週のイットはイット一番ウィーク。トネケンが一番好きな食べ物はハンバーグ。マミさんは白飯。翔也さんはお寿司。新しい調味料マッシュルーム一番も当たる春原由紀のイットは月火水のお昼12時51分から。ラジオネーム、昔の名前は大五郎さん、流山のくまくまくまさん、よっしー兄さん、皆さんのリクエストにお答えしましょう。早速リクエストにお答えいたしました。昔の名前は大五郎さん、流山のくまくまくまさん、そしてよっしー兄さん、お三方からリクエストを同じ曲にいただいていたんですけれども、よっしー兄さんは僕がスピッツと出会ったのは94年の青い車です。当時 CD ショップでアルバイトをしていた大学生の私はレコード会社ポリドールの営業の方とよく話をしていたんですが、その時営業の方が強くプッシュしていたのがまだ知る人ぞ知るバンドスピッツでした。君が思い出になる前にやドラマ主題歌になる前の空も飛べるはずなど、それまでの名曲がオムニバスになっている店頭演奏用 CD をショップに置いてってくれて、一日に何度も店内で流していたのを思い出します。今改めてデビューあたりの楽曲を聴いてみても、本当に色褪せない楽曲とアレンジ、そして草野さんの澄んだ声、唯一無二のバンドですよね。この曲がかかったら嬉しいですという心のこもったメッセージもいただいておりました。94年7月20日リリース、9枚目のシングルでした。よっしー兄さん、ありがとうございます。スピッツ、青い車、リクエストお答えしました。さて、私事なんですが、今年に入ってバンドを組みましてですね、アコースティックギターを担当しているんですけれども、このバンドっていうのを本格的にスタートさせてから、ちょっとね、音楽の聴き方っていうのが変わったような気がするんですよね。それぞれの楽器に耳が行くようになったというか、気になるようになったわけです。さあ、ここからはスピッツの楽器演奏に着目。トムセン主観によるメンバー別際立つ楽曲セレクト、お付き合いください。まずはベース、そしてリーダーですね、田村明宏さん、そしてギターの三輪哲也さん、フォーカス。2曲続けてお届けするんですけれども、まずベース、まあね、このベースが際立つ楽曲って実はたくさんあったりするんですが、今からお送りする曲、もうベースが主役と言っても過言じゃないほど一番目立っている楽器がベースなんじゃないかなっていうね、非常にこう軽やかなライトな曲調ではあるんですけれども、よくよく聞いてみるとベースがうねっていて、そして間奏前にベースソロがあります。このベースソロで最高に痺れるって、もしお手元にヘッドホンとかイヤホンがある方はですね、ぜひそういうヘッドホンとかで聞いた方が動きがわかりやすいのね、このベースラインのうねりっていうのがね、聞き取りやすいかなと思うのでおすすめです。
そしてもう一曲はギターに着目です。三輪哲也さんです。まあ、三輪さんというとですね、なんといってもアルペジオ奏法ということなんですが、この曲はアルペジオというよりカッティングですね。カッティングにタッピングにっていうこのセンスに惚れる。そして、曲もですね、もう A メロは結構静かだったりするんですけども、サビのところに入るや爆発みたいな、ちょっとオルタナっぽい感じもあって、この曲もリクエストたくさん来てたんですよね。はい。そんな2曲、続けてどうぞ。トム選手間によるメンバー別際立つ楽曲セレクト。まずはベースの田村明宏さんのナンバー、ルナルナ。1995年7月発売、12枚目のシングル、涙がキラリのカップリング曲でした。そして、同年9月リリース6枚目のアルバム、蜂蜜にも収録されておりました。ルナルナヘッドホン装着しましたっていうみーちゃんとかね、マッツパープルさんもヘッドホンで聞くと本当にすごいっていう、うねってたよね。曲調的にはジョニーさっきも言いましたけれども、甘くて軽快なラブソングっていう感じ、もうスタイルカウンシルみたいな感じなんだけれども、ベースを聴くとですね、いいですね。うねってますよね。ルナルナ。そして、ギターの三輪哲也さんをフィーチャーした、これは2000年7月発表の9枚目のアルバム、はやぶさのタイトル曲です。数字で8823と書いて、はやぶさと読みます。三輪哲也さんもね、本当にお上手。もう皆さん、メンバー皆さんがすごい天才的に楽曲っていうかね、その楽器がお上手なんですけれども、その裏には、やっぱりこう並々ならぬ努力があったというふうに、いろんな書物で見ました。ね、素晴らしい。トム選手間によるメンバー別際立つ楽曲セレクト。続いていきましょう。続いては、ドラムの崎山達夫さんです。そしてコーラスが美しいナンバーっていうのを2曲続けます。まずは崎山さんのドラムに注目でございますけれども、まあこの2曲ともですね、コーラスもそうなんですけれども、ドラムもそうなんですが、イントロにぜひ注目していただきたい。特にこのドラム始まりのイントロ、シャッフルビートって言えそうですけど、ちょっとこうスキップしてるみたいなノリで、まあ、ウキウキ感とかドキドキ感が感じられるようなそういうビートね。シャッフルビートのこのグルーブっていうのはなかなか出せないそうです。ね、一見ね、8ビートで簡単そうなんですけど、リズム。私、ドラムは全くね、詳しくないんですけれども、最初のね、フィルインなんですよ。フィルインでたった2拍なんですけども、その中に、5ストロークロール、ハイハットオープンクローズ、バウンスした16ビートっていう技術がどうやら集約されている。その2拍、イントロのドラム、注目して、なかなかちょっと皆さんね、そこだけを注目して聞くっていうこと、この曲もめちゃくちゃ有名な曲ではあるんですけども、なかなかないかなと思うので、改めて崎山さんのドラムに注目して聞いていただきたいと思います。そして、もう一曲がコーラスです。これもやっぱりイントロのね、コーラスが最高。高に美しくて三世なんですけど。まあ、サムネ。まあ、三世。レコーディングでは三世なんですけど、ライブでは、三輪哲也さんがギターで、三輪さん以外は全員歌ってるんじゃないかなと思うんです。いろいろ映像も見たんですけれども、この正宗さんの声を引き立てるってね、より幻想的な雰囲気に仕上がる、秀逸なコーラスということで、そんな2曲。イントロのドラムそんなに複雑だったんだというつぶやきの感想もいただいておりますが、96年4月発売13枚目のシングル、同年10月発表7枚目のアルバム、インディゴ地平線にも収録された大名曲ですね。編曲はもうスピッツの作品に欠かせない音楽プロデューサーでいらっしゃいますけれども、笹地正則さんとスピッツが手掛けています。編曲を手掛けています。チェリー。そしてチェリーに続けてお届けしたのが2001年5月発売23枚目のシングル、2002年9月リリース10枚目のアルバム、三日月ロックにアルバムミックスが収録されておりますが、今夜はシングルミックスでお楽しみいただきました。まあ気持ちいい美しい曲ね。シングルミックスでスピッツ、遥かでした。
チェリーには本当にたくさんのリクエストもいただいておりました。あの前だけでもビンちゃんスマイルさん、孤独な散歩者さん、チェリー大好きとね、チェリー一番好きな歌ですとか、ヨッサムズさんも初メールありがとうございます。おチェリー、あそうですね、チェリー、ああそうですか、もうすごい、ちょっと読めない内容あそうなんですね、まあ、歌詞ね結構ちょっとエロティックな歌詞とか意外とスピッツって多かったりして心に、あトムセンさんの心に留めておいてください。わかりました。そしていちごの小春さんでいいかな、スピッツチェリーがいいですってね、いただいておりました。ありがとうございます。そしてメールもありがとうございます。この方は初めてメールさせていただきました。スピッツ特集と聞いて初メール、ラジオネームヒーダさん、初めまして。僕にとってスピッツは物心ついた頃からそばにあった音楽でした。保育園の送迎の親の車の中で、小学校の卒業式で、受験勉強していた自室で、そして大学院生になった今でもスピッツの曲は僕に寄り添ってくれました。幼少期はただ素敵な曲だなと思っていたのが、思春期には草野さんの透き通った声に乗せるちょっとダークな歌詞が癖になり、最近では悩める自分の心を少し照らしてくれるように聞こえてくるんです。音楽性は変わっていないはずなのに、まるで心を映す鏡のように感じ方が変わっていくのです。これが多くの人に愛されるスピッツの魅力ではないかと思います。もう草野さんの透き通った声、ね、爽やかな爽快感あふれるの歌声に乗せる、まあ、ちょっとダークな歌詞だったりとか、この後10時台もたっぷりと見ていきますが、すごくハードロックな演奏だったりっていう、いい意味でのこのミスマッチさっていうのかな、アンバランスさ、いい意味でですよ、アンバランスさっていうのが、これね、スピッツの魅力っていう風に私も今回じっくりと聞き直してみて改めて感じたことの一つです。ヒーダさんありがとうございます。この後も最後までお付き合いくださいね。トムセン陽子がお送りしておりますベイ FM 9の音域 Tuesday Edition です。引き続きメールスピッツリクエストをお待ちしております。もうあのツイッターもですね、リアルタイムですごいことになっておりまして、あ長年サポートメンバーとして活躍しているクージーにも注目してほしいっていうすごいファンの方ですね。曲はライブバージョンのスパイダーが最高ですよっていう枠薬剤師さんからいただいております。クジヒロコさんお名前間違ってたごめんなさいね、サポート長年サポートキーボーディストとして参加されておりますよね、ライブね、ありがとうございます。チェリーは今でもカラオケボックスに行くと大抵誰か歌ってるよねっていうシャチボーイさんなどなど、リアルタイムでこのねツイッターの方も見てきますので、ハッシュタグカタカナで吸音と書いてつぶやき投稿してください。今夜のプレイリスト、トムセンラブズスピッツ、番組は10時台へと続きます。毎週日曜日24時30分からはシンガー兼ランナーであり映画ライターでもあるルキがお送りするルキシンガーソングランナー、音楽、映画、ランニングの話などたっぷり語ります。ルキシンガーソングランナーは日曜24時30分から。 AFM 主催ヒロイライプレゼンツザ・ビーチトリップ2023は6月17日土曜 ZOZO マリンスタジアム11時開場、チケット好評発売中。平井大、お問い合わせ 050-5211-6077 ホットスタッフプロモーション。ベイ FM ライブインフォメーションはおすすめのライブ、エンターテインメントなど情報発信中。ベイ FM のホームページライブ情報をクリック。田中美里です。毎週土曜日朝9時からは損保ジャパンプレゼンツモーニングルージン、素敵な音楽とおしゃべりで週末の朝をゆったり過ごしませんか。田中美里のモーニングルージン、土曜日朝9時、ぜひ聞いてくださいね。お聞きのラジオはベイ FM です。10時をお知らせします。
Let's take a music shower on Bay FM 78. Bay FM. Bay FM. Q の音域。時刻は10時を回りました。しているベイ FM 旧の音域 Tuesday Edition。今夜のプレイリストはトムセン陽子、ラブズ・スピッツ。デビューから32年、素晴らしい作品を作り、届け続けてくれている日本を代表するバンド、スピッツ。その音楽に2時間どっぷり浸かる極上タイム。皆様お楽しみいただいてますでしょうか？へえ、なかなか2時間丸々ワンアーティストってやる機会がそんなになかったりするんですけれども、吸音では結構頻繁にやっております。はい、今宵はスピッツです。満を持してのご登場。さあ、そんなですねスピッツでございますけれども、10時台はまずそのターニングポイントを見ていきたいと思います。いろいろとターニングポイントってねあったと思うんです。その節目節目ってたくさんあると思う。だってもう32年もやってるとそれはありますよ。ただ時間の関係で大きく2つのターニングポイントをまずは見ていきましょう。まず1つ目です。もともとですねスピッツっていうのはインディーズ時代はパンクロックを前面に押し出していたバンドだったんですね。ビートパンクと呼ばれるもの。そのビートパンクから方向転換したそういうターニングポイントがあったんです。それを草野正宗さんはブルーハーツショックというふうに名付けておりますけれども、同じ時期にですねブルーハーツが、新宿のロフトですかとかでこうライブをやっていて、それを目の当たりにしてですね、これはダメだと。二番煎じにしかならない。このままでは人気は出ないということで、ブルーハーツとは違うジャンルに方向転換をするわけです。まあ縦乗りのこのビートパンクから、フォークから、まあフォークだとか、あとは歌謡曲のテイストを取り入れた、どちらかというとこのメロディアスな方向へと変わっていくんですね。さらに見ていくと歌詞です。日本語の言葉、ね、日本語の歌詞にこだわろうと。メロディーも変に洋楽志向ではないものを作っていこう。そう考えて最初に作ったのがこの曲。まあ、それ以降のスピッツの曲の原型の一つというふうに言われています。お送りしましょう。スピッツ、恋の歌。大さえ
スピッツの原型となっている一つですね。これの91年11月発売のセカンドアルバムの方、名前をつけてやるというアルバムの方に収録されているんですが、先ほど曲をかける前にお話ししたエピソードね、そのブルーハーツショックがあって方向転換をしてっていう歌謡曲とか、ちょっとそういったね、メロディアスなものをテイストとして取り入れるようになったっていうのは、これインディーズ時代にリリースしたアルバム、ひばりの心に収録した時のお話ですよね。まあ、その再録バージョンっていうのが、91年のアルバムにも入っているということです。スピッツの恋の歌でした。そして今につながるスピッツの路線っていうのは定まっていきまして、音楽評論家ですとか玄人受けはするものの、シングルもアルバムもヒットに恵まれない年月が続きました。徐々にお客さんをね、ライブに足を運ぶ、お客さんの動員数っていうのは増えているんだけれども、シングルとかアルバム、そういった売り上げ枚数に全然結びつかないね。でも思えば本当にこう徐々に大きくなっていったバンドだったんだなっていうふうに改めて感じるんですけれども、最初の目標がそのブルーハーツも出ていた新宿ロフトに出ることで、それを達成して、それとあのツーマンライブとかそういったこうイベントでまず出演して、その後新宿ロフトワンマンライブっていうのを達成して、その後にプロとしてメジャーデビューを果たすんですけれども、売れるっていうことがかっこ悪いと思っていたということで、そこにあまりこう固執していなかったんですね。なんですけれども、もう今となってはスピッツって、今となってはというかその当時ですよ、いろんな方々がもうスピッツ頑張れと、売れるためにということで、レコード会社の人とか事務所の人とかがもう本当に一つの船に乗ったこうスピッツ号で大海原にこう乗り込んでいくってね、こうあの出ていくっていう、 船でしていくっていうところで、どうにかこれは売り上げにつなげなきゃいけない、売れる曲っていうのを考えて草野さんは作っていくんですね。この曲の前にもいくつかのきっかけっていうのはあったんですが、状況が一変したのはなんといっても95年4月にリリースしたこのシングルのイントロでしょう。大きなタイアップ、そしてプロモーションがなかったこの曲、しかしながら FM ラジオで大量オンエア、その存在と魅力が広がりました。スピッツ、ロビンソン。
タイムラインがものすごく流れております。そしてこの曲にもね、たくさんのリクエストをいただいておりました。メールでバラードキリンさん、ロビンソン、ね、ワンアーティスト特集スピッツ祭りですね、スピッツのメジャー中のメジャーの曲ロビンソンリクエストします、カラオケでよく歌いました。今ミキサーさんともねそういう話になったんですけれども、カラオケで誰かは必ず歌うんだけれども、やっぱあまりにもキーが高くて激チンみたいなねあのロビンソン歌いますとか、絶唱絶唱しますとか、熱唱しますっていうツイッターでもねお見受けしましたけど、まあ、高いよね草野さんね。よちこさんもロビンソンリクエスト、デレスケさん、そして夜のペリカンさん、この方は村ちゃんもロビンソンへのリクエストありがとうございます。162万枚売り上げ、スピッツ最大のヒット曲、ブレイクのきっかけとなったナンバーでした。さて、先ほどからツイッターでも少しね拝見しましたけれども、スピッツってあこんなロックだったんだ、静かなバンドだと思ってた、もしくは思っている方、いらっしゃるかもしれません。かくいう私も学生時代そうでした。大学時代にですね、忘れもしないエピソードと言うと、友人と J-POP 談義になったんですね。どんな内容かまではちょっと記憶ないんですけれども、とにかくその J-POP の話をしていて、 J-POP といえばさみたいな、ドリカムとかね、あのスピッツとかっていう風に、その J-POP のくくりの中にスピッツを私が入れたんですね。そしたらその友人の一人が大のスピッツファンで、それ知らなかったんですけど、今なんて言った、いや、あの J-POP のくくりの中で、まあ J-POP といえばさ、もう This is J-POP って感じじゃん、スピッツとかって言ったら、スピッツはロックだよ、ポップじゃないロックだって言われて、いやいやいや、ポップでしょ、あんなメロディアスで爽やかで、で私も好きな曲いっぱいあるけどさって、ポップだよ、いや違うロックだ、ポップロックだというやりとりで、なんとなく険悪なムードになったっていうね、思い出があったんですよ。でそれを今回このスピッツ特集をやるにあたって私思い出しまして、そうだそういうことがあったなと。ロックなんです、スピッツはロック、 This is Spitz Rock というナンバーを自称ロックラバーのトムセン陽子がセレクトいたしました。まずは1曲目、この曲からいきましょう。92年8月リリース4枚目のシングルでした、スピッツ。スピッツロック、もう1曲いっちゃっていいですか。2005年のアルバムスーベニア収録のロックソング、スピッツ、みそか。輝け不思議なプライド、周りにあ
They really rock. 結論、スピッツはロックだ。トムセンラブズスピッツ。さあここでメローなリクエストにお答えいたしましょう。マロンカフェさん、この時期に聞きたい曲ですというふうにメールをいただいておりました。ちょうど季節ですもんね。ゴールドシップさんもリクエスト Thank you。 スピッツ、ホタルでした。 BFM 9の域 Tuesday Edition、 今夜はトムセンラブズスピッツ。お知らせを挟んで本日最後のパートです。9の音域、9の音域、お聞きのラジオは BFM です。カバーソングって奥が深いんです。森口博子です。金曜昼1時からのキス&スマイル、16日は邦楽アーティストによる洋楽カバーソングを大特集。いぶし銀のカバーから意外なカバーまで、アーティストの知られざる一面も見える、そんな時間お届けいたします。プレゼントもあります。キス&スマイルは金曜昼1時スタートです。ベイ FM 主催、東海東京フィナンシャルグループプレゼンツ、博士太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME、11月26日日曜、松戸モリオホール21、チケットは8月26日発売。 050-5211-6077 ホットスタッフプロモーションまで。毎週火曜日夜11時からは乃木坂46、柴田優奈のドリーミングタイム。メッセージテーマは番組ツイッターで毎週更新しています。ハッシュタグユナタイム、ひらがなでユナ、英語でタイムで検索して、ぜひ番組にメッセージを送ってください。待ってます。 Let's take a music shower on Bay FM 78. Bay FM、 Bay FM、 Q の音域。トムセン陽子、ラブズスピッツ、Bay FM 78、気温チューステーでお届けしてまいりました。早くも最後のパートとなってしまいました。今回ですね、今日番組始めたオープニングね、冒頭でもお話を少ししたんですけれども、ツイッターでもちょっとこうつぶやいたり、泣きのつぶやきっていうのをしましたが、一回投げ出してしまいたくなるほどですね、本当に大変な作業だったんですね。今回のプレイリストというのも、やっぱりもう名曲が多すぎて、掘れば掘るほど名曲ザックザック状態で、だいたい毎回20曲近くかかるんですね、番組の中で。なので、まあその20曲のプレイリスト、20曲に絞る作業っていう、しかもそのバランス、年代的なバランスも考えて20曲に絞っていくっていう作業が本当に大変だったんです。ですので、最後のパートはですね、僭越ながら私、トムセン陽子が今聞くとたまらなくグッとくるスピッツの曲をランキング形式で発表させていただこうと思います。まだ定まってないぐらい、迷いが生じてるぐらいなんだけども、ともかくですね、この2023年6月時点、この今日のこの時点で選んだ3曲をどうかご紹介させてください。今、トムセン陽子が聞くとたまらなくグッとくるスピッツの曲、いきましょう。まずは第3位。9の音域 Tuesday Edition、 今夜のプレイリストはトムセン陽子、ラブズスピッツ。デビューから32年、素晴らしい作品を作り届け続けてくれている日本を代表するバンド、スピッツ。その音楽に2時間どっぷり浸かる極
屋上タイム。皆様お楽しみいただいてますでしょうか。ねえ、なかなか2時間まるまるワンアーティストってやる機会がそんなになかったりするんですけれども、吸音では結構頻繁にやっております。はい、今宵はスピッツです。満を持してのご登場。さあ、そんなですね、スピッツでございますけれども、10時台はまずそのターニングポイントを見ていきたいと思います。いろいろとターニングポイントってね、あったと思うんです。その節目節目ってたくさん。あると思う。だってもう32年もやってるとそれはありますよ。ただ時間の関係で大きく2つのターニングポイントをまずは見ていきましょう。まず1つ目です。もともとですね、スピッツっていうのはインディーズ時代はパンクロックを前面に押し出していたバンドだったんですね。ビートパンクと呼ばれるもの。そのビートから方向転換したそういうターニングポイントがあったんです。それを草野正宗さんはブルーハーツショックというふうに名付けておりますけれども、同じ時期にですね、ブルーハーツが、新宿のロフトですかとかでこうライブをやっていて、それを目の当たりにしてですね、あ、これはダメだと、二番煎じにしかならない、このままでは人気は出ないということで、ブルーハーツとは違うジャンル。
ルに方向転換をするわけです。まあ、縦乗りのこのビートパンクから、フォークから、まあ、フォークだとか、あとは歌謡曲のテイストを取り入れた、どちらかというとこのメロディアスな方向へと変わっていくんですね。さらに見ていくと歌詞です。日本語の言葉ね、日本語の歌詞にこだわろうと。メロディーも変に洋楽志向ではないものを作っていこう。そう考えて最初に作ったのがこの曲。まあ、それ以降のスピッツの曲の原型の一つ。というふうに言われています。お送りしましょう、スピッツ、恋の歌。おさえ切らぬ僕の気持ち、おかしな夢ばかり見てさ、だけどここに浮かんでいる君の頭の上にいる、悲しい
原型となっている一つですね。これ91年11月発売のセカンドアルバムの方、名前をつけてやるというアルバムの方に収録されているんですが、先ほど曲をかける前にお話ししたエピソードね、そのブルーハーツショックがあって、方向転換をしてっていう歌謡曲とか、ちょっとそういったね、メロディアスなものをテイストとして取り入れるようになったっていうのは、これインディーズ時代にリリースしたアルバム、ひばりの心に収録した時のお話ですよね。まあ、その再録バージョンっていうのが、91年のアルバムにも入っているということです。スピッツの恋の歌でした。そして今につながるスピッツの路線っていうのは定まっていきまして、音楽評論家ですとか玄人受けはするものの、シングルもアルバムもヒットに恵まれない年月が続きました。徐々にお客さんをね、ライブに足を運ぶ、お客さんの動員数っていうのは増えているんだけれども、シングルとかアルバム、そういった売り上げ枚数に全然結びつかないね。でも思えば本当にこう徐々に大きくなっていったバンドだったんだなっていうふうに改めて感じるんですけれども、最初の目標がそのブルーハーツも出ていた新宿ロフトに出ることで、それを達成して、それとツーマンライブとかそういったこうイベントでまず出演して、その後新宿ロフトワンマンライブっていうのを達成して、その後にプロとしてメジャーデビューを果たすんですけれども、売れるっていうことがかっこ悪いと思っていたということで、そこにあまりこう固執していなかったんですね。なんですけれども、もう今となってはスピッツ、今となってはというかその当時ですよ、いろんな方々がもうスピッツ頑張れと、売れるためにということで、レコード会社の人とか事務所の人とかがもう本当に一つの船に乗ったこうスピッツ号で大海原にこう乗り込んでいくってね、出ていくっていう、船でしていくっていうところで、どうにかこれは売り上げにつなげなきゃいけない。売れる曲っていうのを考えて、草野さんは作っていくんですね。この曲の前にもいくつかのきっかけっていうのはあったんですが、状況が一変したのは、なんといっても95年4月にリリースしたこのシングルのイントロでしょう。そしてプロモーションがなかったこの曲、しかしながら FM ラジオで大量オンエア、その存在と魅力が広がりました。スピッツ、ロビンソン。Good luck.
ものすごく流れております。そしてこの曲にもね、たくさんのリクエストをいただいておりました。メールでバラードキリンさん、ロビンソン、ね、ワンアーティスト特集スピッツ祭りですね。スピッツのメジャー中のメジャーの曲、ロビンソンリクエストします。カラオケでよく歌いました。今ミキサーさんともねそういう話になったんですけれども、カラオケで誰かは必ず歌うんだけれども、やっぱあまりにもキーが高くて撃沈みたいなね、あのロビンソン歌いますとか、絶唱絶唱しますとか、熱唱しますっていうツイッターでもねお見受けしましたけど、まあ、高いよね草野さんね。よちこさんもロビンソンリクエスト、デレスケさん、そして夜のペリカンさん、この方は村ちゃんもロビンソンへのリクエストありがとうございます。162万枚売り上げ、スピッツ最大のヒット曲、ブレイクのきっかけとなったナンバーでした。さて、先ほどからツイッターでも少しね拝見しましたけれども、スピッツってあこんなロックだったんだ、静かなバンドだと思ってた、もしくは思っている方、いらっしゃるかもしれません。かくいう私も学生時代そうでした。まあ、大学時代にですね、忘れもしないエピソードと言うと、友人と J-POP 談義になったんですね。どんな内容かまでは、ちょっと記憶ないんですけれども、とにかくその J-POP の話をしていて、J-POP といえばさ、みたいな、ドリカムとか、ね、スピッツとかっていう風に、その J-POP のくくりの中にスピッツを私が入れたんですね。そしたらその友人の一人が大のスピッツファンで、それ知らなかったんですけど、今、なんて言った？いや、J-POP のくくりの中で、まあ J-POP といえばさ、もう This is J-POP って感じじゃん、スピッツとかって言ったら、スピッツはロックだよ、ポップじゃない、ロックだって言われて、いやいやいや、ポップでしょ、あんなメロディアスで爽やかで、で私も好きな曲いっぱいあるけどさって、ポップだよ、いや違う、ロックだ、ポップロックだというやりとりで、なんとなく険悪なムードになったっていうね、思い出があったんですよ。それを今回このスピッツ特集をやるにあたって私思い出しまして、そうだそういうことがあったなと。ロックなんです、スピッツはロック、 This is Spitz Rock というナンバーを自称ロックラバーのトムセン陽子がセレクトいたしました。まずは1曲目、この曲からいきましょう。92年8月リリース4枚目のシングルでした、スピッツ。